どうもこんにちは。はい、毎度お会いしてございます。さあではですね、本日はプロ整備士凌介が教える交換をした方がいい部品ということでやっていきましょう。どうしたんですか？今日は何をやってるんですか？今日はですね、はい、よくある質問であるのが、もう私の車、はい、もう20年超えましたとか、もう私の車大方もう20万キロが見えてきておりますとか、はいはいはい、っていう、まあ、お客様も結構いらっしゃってですね、うん、でその時に、おばさん次車検なんですけど何を交換したらいいですかとか。車です。車それを言っちゃう話が多い。違う、まあ、でも大事にしたいというのでじゃあそれをどう交換しましょうか、はい、ということで、まあ今ねいろいろお話をまあ聞いた時に、はい、まあ20万キロ走って、まあ、20年も経とうとしてるけど、うん、結構意外と多いんですよ。じゃあそんな時にじゃあ交換をした方がいい部品の、はい、まあ僕の中で推奨部品のね、プロ整備士おすすめの一品は、はい、プロ整備士おすすめの一品がこちらでございます。はい、燃料ポンプでございますね。はい、地味やな。そうですね、ただこれはね地味なんですけど、これ大事な部品なので、はい、今日はねこの燃料ポンプを交換した方がいい理由とかをね、うん、まあいろいろお話をしていこうと思いますので、はいはい、で、まあ、まず燃料ポンプ、これね、まあ、何をしてる部品かはね、まあ、皆さんお分かりかなとは思うんですけど。いや分からんやろ。いや読んで字のごとくだけ。燃料ポンプしとる。そうやな。そうなんです。タンクからエンジンに送り出すやつやろ、はい、そうです。なのでまあね、ガソリンの方をですね、うん、燃料のタンクの中にガバガバガバって入れるじゃないですか、うん、でそのタンクってね、大体例えば車の位置的に言うと、はい、後ろの方にあったりとか、はい、もちろんやけどエンジンよりも下側にあったりとかするので、はい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 、このポンプを使ってですね、はい、ゴン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 送ってあげないかんですね、エンジンさんの方に。そうですね、はいはい、でこいつはエンジンが動いてる限り、うん、四六時中動いております。そうですね、はい、しかも、はい、割と劣悪な環境で、まあ暑い寒い、そして油に浸かっている、 そしてエンジンがかかっている間ずっと回っている、はいはい、なので労働環境はかなり過酷です。ブラックやんか。ブラックよ。例えば他の部品とかやったらさ、動いてる動かない時常にこう、例えばじゃあなんていう、全力で動いてるだけじゃなくて、はい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 、優しく動いてる時とかもあるわけですよ、はいはいはい、ありますあります。ところがどっこい、はい、この燃料ポンプさんに関しては、はい、ずっと頑張って動いてるっていう。そうやな、働き者。そうですね、うん、常にあれやろ、うん、一定回転で全力で送り続けて、基本的にはこう動いてるんですよ、うん、で、まあ、この燃料ポンプがなのでですね、はい、最近いわゆるネオクラ車って言われる年式のやつなんですけど、はい、まあ、2000年後前後ぐらいのやつとかで、うん、まあ、出先で、うん、あれ急にエンジンかかんなくなっちゃったとかいうのが発生したりとかした時に、うん、割とまあ高確率でチーンって急にお亡くなりになってるのがこの燃料ポンプですね。でまあ、分かりやすく書くと、部品っていうのはですね、うん、まあ、製品寿命っていうのがありますと、はい、で2通り考え方があるんですが、はい、1つの考え方としては、うん、レベルがだんだん落ちてくるやつですね。例えばこれがまあ NG ラインだったとしたら、はい、こう100% の状態からだん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 落ちてきて NG ラインになるんですよ。これは比較的症状が分かりやすい。そうですね、はい、ちょっとガタがついてきたんで変えましょうかとか、うん、そうなのさ、はい、そうなのさ。とすると、まあ、例えば普段乗ってても、うん、なんか例えばよくあるのがまあ、エンジンの導弁系の部品だったりするんですけど、なんか例えばパワーがなくなってきたなとか、はい、うんうん、かかりが悪くなってきたなとかっていうのを感じることによって、はいはいはい、この NG ラインをやる前にじゃあここで終了しましょうとかっていうことが容易でございます、うんうん、ただしかしこの燃料ポンプに関しては、まあ、ケースバイケースなんですけど、これがですね、この OK ラインが割とこうくるのよね。はいはい。で、ある日突然ファッションっつってなって、はい NG。オーラ無理ですわ。オーラもう無理ですわ、万歳ってするわけよ、いきなり、うん。ということは、確かにね、こうちょっとなみなみで俺書いたけど、兆候は多少あるんよ。でも分からんのじゃん。分からん。普通の人には多分分からへんと思う。ただ、うん、まあそのものすごく愛車のことをしっかりとこう考えてらっしゃる人とかだと、うん、まあ、よくある症状で言うと、うん、ちょっと点火系に近い時もあるんやけど、うん、なんか最初のキーオンにしてブルーンって書いた時にアイドリングが長い、うん、アイドリングがクランキングが長くなる。あ、かかりづらい。そう。
うん、まあ要はその燃圧って言って燃料を送る力が少し弱くなってくることによってその必要なそのところに持ってくまでにこのポンプを動かす時間が長くなってくるからクランクイング時間が長くなる、はい、あのキュッキュッキュッってやってる時間が長くなる、はい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 、でもう一つがあの低速で割とそうやな、高速を80キロとか、うん、60キロないけど、まあ、80キロというか60キロでバイパスさせてるとかこのぐらいの時に、うんうん、なんか一瞬スッスッってこうアクセル戻してないんやけど、うん、スッってこう息継ぎするような感じというか、これもあの要は燃圧変動によって結構あのその一瞬燃圧が落ちて突出量が若干変わって、そうこれも割とあったりとかします。うーん、であとはまあいろんな要素はあるんやけど、はい、まあ、これただ点火系とちょっとあの似通っているんですが、まあ一つのね切り分けとしては、まああの点火系とかだと割とあの坂道グッて踏んだ時とかに出やすいです、正直症状は。あちょっと一瞬吹けないとか、うん、そう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 、うんうん、とかパワーが必要なシチュエーションでグッとやっても出ないとかっていうことがあるんですが、うんうんうん、はい、まあ、あの燃料ポンプ系はどっちかっていうとそういうところで確かに燃圧が足りないっていう時もあるんですが、うん、まあ、スーッとかって負荷が一定の時にもその症状がパスッパスッみたいなのが出ることがあるので、そうするとこの燃料ポンプの交換を、まあ、はい、特にね、まあ、20年20万キロみたいな感じで、うん、まあ、どんどん使ってたら、うん、もう絶対疲れてるものなので、はい、まあ、交換していただいていいかなと思います。ちなみに、はい、おいくら万円するでしょう。15,000円。あ、ちなみに某、はい、これ、トヨータの燃料ポンプでございますが、まあ、20年ぐらい前のこれも車のやつですが、はい、これだけでなんと、はい、3万7千円ぐらいします。おお、意外とするな、まあするやんか。え、そんなすんの。いや、昔はもうちょっと安かった。うーん、だから結局その、うん、特にネオクラ車とかその言われるやつになってくると年々価格は上がるわけよ。まあ、そうね、古くなると上がるもんね。そうってことはもうこれは消耗品なので、うん、はい、あ、それだったらもうちょっとやっとこうかなって思った瞬間に、うん、もう10年10万キロとまでは言わんけど、うん、まあ、15年15万キロもう超えてる車なんやったらとか、はいはいはい、もうそこ近くなってるんだったらもう絶対に交換をもうしとってもいいと思います。うーん、でついでにですね、ついでにもう一つ、はい、このポンプだけじゃなくて、例えばそのインタンク式のそのやつっていうのには、うん、昔のやつだったらこのポンプだけがポンって入ってるだけやったわけですわ、86とかね、はいはい、でもあの、うん、今時のやつってプラスチックでこうガポッて構成されてたやつ、もう2000年ぐらいからはそうかな。そうなの。例えばこれがそうですが、はい、こんな感じでね、この中ねフィルターが入ってるんですわ。はい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 、燃料フィルターが、はいはい、もう一体化されてるわけです。でこの燃料フィルターの中にポンプを、このポンプがこう入ってんのよ、はいはい、カチャッと、はいはい、この中でインタンクでね。 ね、うん、なのでこのポンプだけを交換するんじゃなくて、うん、このプラスチックでできてるこの中に入ってるフィルターのやつも買えるし、はいはい、じゃあそれをそれするんだったらって言って、まあ、よくあるのがよいしょこういうね、あのほら茶こしみたいな、あ、ストレーナーってやつですね。ストレーナーな、これもここにつくんやけど、まあ、こんなもじゃあ一緒に変えておきましょうってなるし、まあ、あとは消耗品関係でいうとこういうパッキン、ゴム関係な、はい、そうですね、もうこんなんももう全部じゃあ一緒にもうゴム関係は全部細かいやつも含めて変えましょうになるし、まあ、さっきも言ったようにプラスチックでこれ構成されてるので、うん、そうするとあの外したりするときに長年ガソリン使ってるのでパリッパリッと一個の積み重ね高いんで、じゃあこんなのも変えておきましょうとかって言って、まあね、はい、この辺のコブ品周りを全部変えてたら、なんと燃料ポンプだけで5、6万、5万円やな、部品だけでな。そう、部品代だけで工賃入れたらまあちょっと、まあ、10万弱弱ぐらいになる。だからまあ一口に燃料ポンプとかって言っても、うん、例えばこの本当ポンプだけを交換すればよろしいっていうのではなくて、あのその周辺のね部品とかも含めてしっかりとあの交換をしていただくことによって、急なねトラブルだったり出先のトラブルも少なくなると思いますので、なるほどね、はい、ぜひね皆さん、あのちょっと自分の愛車をね大切にしたいという方がいらっしゃいましたら、こちらをね燃料ポンプの方早めにもう交換をしていただいてもよろしいんじゃないかなと思います。最近非常にね本当あのお問い合わせが多い中で、というかもうご依頼で多いかな、うん、もう直接あの
なんていうの、年俸変えたいって。そう。そうなん。なんか結構言われる。だから多分その、まあ、俺もいろいろ調べて聞きよったら、うん、まあそのこそあのインターネットとか、うん、まあ、YouTube とか、うん、そんなんでも結構発信してるらしいね。あ、そうなの。そんなの年俸変えた方がいいんじゃないみたいなのが、まあ、あとは症状が出てきてる。はい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 、だから例えばエンジン不調とか、例えばなんとか車種名エンジン不調とかで入れたら、うんうん、燃料ポンプがすぐサブジェクトで出てきたりとか。何流行りなんですか、うん、だから多分00年代ぐらいのこの辺のやつが今多分もうその燃料ポンプお亡くなりゾーンに多分入ってきてるんじゃないかなと思いながら、うん、でもかといって、あれよ、逆に言うとその燃料ポンプで、うん、あなたが今抱えてる問題が解決するかまた別の話にはなってくるので、あ、そう、まあ、ほんまにそれが原因かどうかは分からない、分からない、うん、ただやっておくことによって確実な消耗品を一つ消すことができるから、はい、そしたらじゃあまあ、それでもしまだその気になっている例えばエンジン不調の症状とか何か気になっている別の症状っていうのが解決しなかったとしても一つ大きな原因は消せたと、まあ、まあ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 一生に一回は変えときましょうみたいな感じですね、はい、そうです、はい、なんでまあネオクラ車とかね、うん、特にもう20年落ちとか20万キロとかっていうやつと付き合うときは、はい、まあ、それぐらいね、あの心の余裕を持ってお付き合いしていただけたらと思いますので、はい、なるほど、はい、ということでね、今日はそんな燃料ポンプのお話でございました。はい、はい、それではチャンネル登録やメンバー出版よろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。